今すぐ確認、免疫力を高めるとされるお手頃な食品たちがこれ。免疫力とはその名の通り、疫病を免れる力のことです。近年、その免疫力を高める上で腸の働きが鍵となっていることが明らかになってきています。腸は口から入れた食べ物、すなわち外部のものを体内に取り込む場所ですが、食べ物の栄養の他に様々な病原菌やウイルスも同時に入り込んでくる場所でもあります。そのため、体全体の免疫細胞のおよそ 70% が腸に集まっていると言われています。つまり、腸内環境を改善することがそのまま免疫力を高めることにつながるのです。腸内環境を改善する大前提。腸内環境を改善する上で大前提となるのが、バランスの良い食事と規則正しい食生活です。腸の働きを活発化させ、腸内環境を整える上での基本中の基本です。その大前提があった上で、これから紹介する食品も積極的に取り入れていきましょう。キノコ類各種、しいたけ、しめじ、なめこ、まいたけ、こうしたキノコ類は食物繊維が豊富です。加えて各種ビタミンやミネラルも含まれていますので、腸内細菌層の改善には理想的な食べ物です。なお、キノコ類に含まれるベータグルカンという食物繊維は消化吸収されず、腸の免疫細胞に作用するので、免疫力を高める効果があると言われています。海藻類各種、昆布、わかめ、ひじきなど身近な海藻類も代表的な免疫力アップ食品です。アルギン酸という食物繊維を多量に含んでいるほか、マグネシウムや亜鉛などのミネラルも豊富です。キノコ類と同様、良質な食物繊維と豊富なビタミン、ミネラルが腸内環境を改善します。丸ごと食べる小魚、煮干しや干しエビなど食品全体を丸ごといただく小魚は、食品としてのすべての栄養素をバランスよく摂取できます。間接的に免疫力を高めてくれることでしょう。発酵食品類各種、和食であれば味噌、醤油、納豆、お漬物、こうした発酵食品は善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。その他、キムチやヨーグルト、チーズなどももちろんおすすめです。ちなみに、仮に発酵食品に含まれるビフィズス菌や乳酸菌が腸まで生きて届かなかったとしても、その死骸は善玉菌の餌となり、結果腸内環境の改善につながります。食事だけでなく、食事は免疫力向上のためにもちろん大切ですが、適度な運動や十分な睡眠も欠かせません。また過度なストレスも免疫力を下げてしまいます。あくまでも規則正しい生活習慣や健やかな心の状態を保つことが免疫力向上の基本です。新型コロナウイルス対策として、最後に余談ですが、昨今のコロナウイルスの流行で免疫力というワードが話題になっています。首相官邸からリリースされている新型コロナウイルスに備えての項目にも、手洗いの次に普段の健康管理の大切さが説明されており、十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を高めるようにと記されています。免疫力という言葉自体は具体的な数値指標もなく曖昧なものですが、きちんとした食生活およびその他生活習慣を送り、ウイルスに対抗できる体を作って備えておきたいですね。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。